はい、ということでこちら40メートルとありますけどもね、もうすぐそこですね、小野駅、これも一面一線なのかな、はい、まあローカル、鉄道という感じでね、バリアフリー仕様ですね、もうすぐそこがホームという、はい、ということで、まあ、楽市からは結局も13分ぐらいだからぴったりですね、歩いて、まあ今そのね、2、3分前に、反対方向が行ったので、まあ、その先で、列車交換なんですかね、5時7分発のはず、いいですねこの雰囲気がね、いやいやいや、はい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 、そしてこんなところにもいいキャラが幸次郎美咲さん、素晴らしい。そしてここはさすがにまあスイカとか使えないと思いますけどもね、整理券取って乗るんですかね。はい、2両編成できましたね、2分遅れぐらい、まあ、ちょっとね次にも乗り換えがそんな時間ないんであんま遅れてほしくはないんですけどもね、はい、ということで、これに乗りまして、終点三原に向かいますね。車両に後ろから乗るのかな、こちらの方からお願いで、乗車券などは駅に対して
席の下りの方へ回ってください。ちょっと到着遅れましたね。あとジャスト3分ぐらい急いでいきましょう。はい、もうあと40秒ぐらい。ちょっとこれホームまでが若干遠いですね。危ねえんだよ、全く。もうはい、長崎行きですね。これ3両と出てましたけども、このハイブリッドって2両だけじゃなくて、あ、これ運転台が片方だけあるかな。
ということで終電長崎着きましたね。先日こちら、隣に止まっているのは、シーサイドライナー、今日は66と67で私もね今日この手前大村線で乗ったんですけども、いやいいな、この並びが見れるのも、まあ、あと何日かというかね、この動画が公開される頃にはもう全部引退してると思いますけども、そして隣は、新幹線の方もねちょっと見えましたね。私去年の6月にもまあ来たんですけども、まあ、その時に比べて